いきますね、第2サカイさんオーディション開催したいと思います。はい、入ってきてください。合格受けたんですよね。はい、ということで、本当にやってみなきゃいけないか。はい、やります。では、いきますね、第2サカイさんオーディション開催したいと思います。はい、ということですね、応募が約30人ですね、ありまして、結局、まあ、まともにやり取りできたのが8人だったんで、8人に連絡して、結果がこれですということです。だから一応責任がある人なんかマジでいないので、ネット上にですね、ということなんですが、よかった、2人来ただけでも万々歳だわ。はい、じゃあそれぞれですね、名前、志望校でどんな経歴か、別にあの細かく言う人出てないんで、ちょっとその辺を話してください。はい、千葉県から来ました、小畑俊也です。うん、志望校は早稲田大学で、学部は？学部は社会科学部志望です。あ、社学科。で、現在、明治大学の商学部に合格をいただいているのですが、進学はせずに、うん、そのまま浪人に突入したという感じです。あ、そうなんだ。明治受かってるのに。やっぱり早稲田に行きたい。それもありますし、まあ、他にもいろんな理由が。え、いろんな理由？何それ。いろんな理由って、え、じゃ仮面浪人とかじゃなくてってこと？はい、切りました。すげえ、覚悟がすごいですね。はい、わかりました。え、なんて言いました？名前なんて言った？今、小畑俊也って言いました。小畑俊也、なんか小栗旬みたいな、小畑のお兄さんと小栗旬が合体したような名前ですけど。はい、そして、はい、佐々木と申します。はい、東京都出身です。志望校は早稲田大学を目指しています。早稲田じゃん、2人とも。で、自分は一浪を経験したんですけど、うん、早慶マーチ全部落ちてしまって、うん、で、春からは大学に通う予定なんですけど、うんうん、それから仮面浪人で早稲田大学を目指したいと思います。なるほどね。またあれ、休学しなきゃダメだみたいな、バイトもやめろみたいなね、同じパターンになるかもしれないですけど。なるほど、わかりました。一人は、濃厚接触者になっちゃったから来れませんっていうのが来てて、で、もう一人はついさっき行きますとかっていう、全然連絡がなかったのに来てたけど、結局来てませんって。ちなみに、その、行きますって言った女の子も、早稲田です。なんで、早稲田を目指す企画になっちゃうの？早稲田どこを目指す？社会科学部です。社学科2人とも、何だって社学を目指す企画になっちゃうの？社学っていうか、基本、早稲田行ければどこでもいい。なるほど、早稲田だったらどこでも OK ね。なるほど。じゃあ、わかりました。2人、まず、いるって形で、あと、今回はですね、せっかくなんで、ゲストをね、呼ぼうと思ってまして。はい。会いたい人いますか？それはもう、坂部。坂部さんに会いたい。はい。はい、じゃあ、入ってきてください。知ってますか、誰だか。あ、わかった。タイガー版。タイガー版って何？受験生版タイガー版。はい。じゃあ、中山君。そうです、中山蓮人です。いや、みんなね、今ね、そう、ゲスト呼ぶって言って、誰に会いたいですかって言ったら、坂上さんです。言ってたんですが、なんと、中村蓮人君がこのオーディションにやってきました。ということで、皆さんと同じ受ける側です。はい、中山蓮人です。20歳です。青山学院に入学し、イタリアンカフェを開業したい。ということで、じゃあ、座って。はい。ということで、なんとですね、はい、多分予想だにしてなかったと思うんですが、はい、じゃあ軽く自己紹介をお願いします。はい、志望校と、あ、まあ、名前と志望校とどんな経歴かを。志望校、まあいいよ、決まってなきゃいけない。ちょっと志望校はまだ決まってないんですが、中山蓮人です。おい、年3浪目に突入させていただきます。はい、経歴は東華工科ですか。え、東華工科？あ、学校か。あ、別に何なんでもいい。みんなほんのちょっとしか見てないから。そうですね。まあ、受験生版タイガーファンディングに出演させていただきました。はい。で、青学受けたんですよね。そうですね。で、どれでした？あ、いくつ受けたの、青学？青学は、一般試験は2校だけです。うん、あ、2つしか受けてなかった。経営と経済だけ。うんうん。
で、共通テスト利用。共通テスト利用も一個出させていただいて。はい。すげえ声がちっちゃい。二人に比べてめっちゃ声がちっちゃい。緊張します。はい。でも、青学目指す？それとももっと上を目指したい？まあ、できるのであれば、うん、一浪目の時に目指していた私立大学の方、うんどこですか？それは早稲田大学の早稲田かよ全員早稲田かよこれな早稲田を目指す会にああなるほどねそうです国立誰もいないのかすげえな分かりましたじゃあまあ基本的にルールというかは簡単ですただ一つは当然受験するっていうのが大前提ですから受験してください、はい、であとはまあ追ってきますんで当たり前だけどなんで動画出てくださいはい、であとはまあ模試とかですね受けてくださいっていうのがまあこの3つぐらいですねであとはだから投げ出さないみたいなですね途中で諦めないあなたの得意技ですねはい、はい、本当にもうここにやってくるまでにどれだけのやり取りをしたかあ喋るといい子ですのでぜひあのですね LINE とかやり取りするとめちゃめちゃ苛立つかもしれないですけど言い訳ばっかりしてくるんででも喋ると普通の子なんで本当にだから3人ともでじゃあ頑張っていくってことなんですか。で、別に呼び方がどこでもいいですから。どうするとか決まってる？あ、すでに早稲田合格塾に入学しました。ああ、はい、早稲号ね。なるほど。決まってる？いや、今決まってないです。うん。その辺は別に構いません。で、レントは分かんないけどどうするか。まあ、週1でやるかもしれません。まだ彼のことなんですぐにコロコロ変えちゃうから、やってくれるか分からないので。これももうだってもう2回目からいなかったりする可能性って全然あるから。いてください。はい。まあ、そんな感じで。やっていきますんでじゃあ第1回目ですんで、はい、私のチャンネルを見てるってことですよね皆さんはい、はい、何やらされますか大体テストそうですそれ予想してましたかはいはいって予想してましたかしてなかったですねはいそういうことですしてなかったですねはいはい当然そうなんですだから時間1時間半取ってやりましたね収録のはいそういうことです私私収録時間いつも激短ですからあの普通の YouTuber たちと比べてもうちょっとしか撮らないで有名なんです、うん大体普段見てる皆さんが見てる動画も15分とかしか撮ってませんでも1時間半も撮ってるってことはテストの時間があるってことなんですよじゃあ何やると思いますかテスト当然実力を見なきゃいけないんですけど共通テスト英語とかですかおビンゴさすがよく見てるよくわかってるさすが視聴者だからよく分かってますねただし皆さん共通テスト当然受けてますねはい、はい、ということで追試今年の問題を用意しましたさすがにやってないはずですもう受験終わった後にわざわざ共通テストやれるバカはいませんのでなのでこれだったらまあ初見だろうということで実力が分かるということになってますねめちゃめちゃはいということで頑張っていきたいと思いますはいマジですかマジですそれが私のやり方ですはいよしじゃあまあ頑張るぞみたいなの撮っていきましょうはい一応よし、はい、やっぱびっくりしたでしょそうなんだ私のチャンネル基本ドッキリしてるからねドッキリじゃあいきますはいいきますじゃあ第2の酒井さんをしよう頑張るぞおおすげえダッサおおじゃあさあそんな中問題いきますねなるほど勢いがありますかないでしょ出るよないことぐらいまるっとどこまでも見通しだあるあったでも開ければ何でもいいいいよ何でもいいよマークできれば何でもいいから別に鉛筆じゃなくてもマジだマジだうちのチャンネルはそれで有名なんだからガチでみんなガチでやらされるっていういや収録時間も聞いてないうん言ってない言ってないマジですかはい共通テストリーディングやるんで時間は何分ですか共通テスト英語80分です80分はいそんなにあんのこんな簡単な問題にはいじゃあ一緒回してくださいじゃあはいじゃあ頑張ってください80分もあるんですね大変だな。いや、待ってください。俺もう2ヶ月も触れてないよ。いいの、それ今の実力を知らなきゃいけないから。やばい。
そういうことです。じゃあ、お願いします。43が3、44が3。なんだこれ。ガチで点数やると思わなかったんで。